はい、どうも皆さん、オズボンバー徳島のバンムーミンです。本日もドッグランバトルやっていくんですけども、私は怒ってます。まあそちらはね、まあ話していくんでございますけども、うん、この4体に私は怒ってる。うん、まあなんで怒ってるかっていうのはね、動画のまあ、後半あたりでまあお話していくんで、ぜひね最後までご視聴よろしくお願いいたします。というところでいきましょうか。まあこの4体は極限まあ来ることにより非常に嬉しいです。はい、でまだ私性能見てません。見てないわ、見てない。うん、この気持ちを、この怒ってる気持ちを誰かに愚痴りたいんですけど、誰も電話する相手おれ。寂しい男、徳島のバンムーキー。まずピッコロからね。うん、地属性の 100% リーダーになりますね。で自身の気力プラス1、アタックディフェンス 200% で HP80% 以下の時攻撃が必中で、攻撃時に HP80% 以下の場合、攻撃者敵の必殺を封じる&必殺技発動時にさらにアタックとディフェンス 100% で、自身の他に攻撃参加中の第7宇宙カテゴリーの味方がいる時さらにアタックとディフェンス 100%で、攻撃参加中の味方全員が第7の中カテゴリーの時全ての攻撃ガード。で、対外出場者カテゴリーの味方全員の補正。で、第7の中カテゴリー含む場合はさらに記録プラス1、ディフェンス 30%。で、一旦アタックを超幅上昇のディフェンス上昇。で、相手に超特大ダメージアタック低下。強くなるぜ。強くなるぜ。分身ピッコロ。で、続きまして。技の人造人間17号。技の 100% リーダーになります。で、自身のアタックとディフェンス 170% で、取得木玉1個につきさらにアタックとディフェンス、俺めっちゃええやん。17%。で、取得技木玉1個につきさらにアタック 50% でディフェンス 20%、めっちゃやばいやん。で、攻撃時さらにディフェンス 50%。で、中確率敵の攻撃を回避、取得二次木玉1個につきさらに、回避の発生確率が 17% で最大 50%。ん？ということは、何個、二次木玉何個取ったらいいの ?5 個 ?5、1、35、5、1が5、違うね。3個、3、7、21、3、1が3、3、3個か。二次玉3個や。で、自身の他に合ってるよな。自身の他に攻撃参加中の第7中カテゴリーの味方がいる必ず追加攻撃。超高確率で必殺発動。自身の他に攻撃参加中の頭脳戦カテゴリーの味方がいる必ず会心発動。まあ、もう母体だけでも十分ですね。フェス源かっていうのが強くなります。で、必殺技、一旦ディフェンス大幅上昇、相手に超特大ダメージを与え、6段アタック上昇します。ありがとうございます。はい、続きまして、相方の18号。技の 100%。これも技の 100% リーダーになりますね。で、自身のアタックとディフェンス 180% の待機玉と力の気玉、技気玉に変化させていただきます。2種類の気玉変換系は非常にありがたい。で、主力気玉1個につき、さらにアタックとディフェンス 30%。あ、こっちはバランスタイプだ。ドラゴンクエストで言うところの勇者あたり、みたいな、敵な、賢者、みたいな、敵な、で、攻撃を受けるためにさらにディフェンス 50% で中確率回心発動で、主力二次玉1回につきさらに回心の発動確率 18% で最大50。ということは、3波24、3次が3、3個、2個、286、21が3個や、3個取れ。で、自身の他に攻撃参加者。お、なんか、足し算合うようにせえや。うん、ごめんなさい。全然の中。あんま、そう、ごめんなさい。あんま軽口言うとね。ちょっとチャンネル登録減るからよ。2人減ったんやけど。なんで代表カテゴリーちゃう。ポロンがドラゴンボールうるさいんは、ごめんごめん。あれ仕事中のタンク内でやったらごめんよ。そう、あれめちゃめちゃうるさかったな。ごめんごめん。いや、まあでもね、ポロンがドラゴンボールはな、7個目まで、3周目の7個目まで動画出していくからね。見てな。ポロンガドラゴンボールに俺はこだわりを持ってる。だってポロンガドラゴンボールみんなバズってるやん。ええな。みんなバズってくるの俺もあやかってんねんよ。そうやで。100ぐらいしかいかんけど。で、第7宇宙代表カテゴリーは味方いるで必ず追加攻撃の高確率必殺技発動が自身の他に攻撃参加中の頭脳戦カテゴリー味方いるで受けるダメージを 35% 軽減。どうなんだ、第7宇宙代表の頭脳戦はおったんかね。で、一旦アタック大幅上昇の相手に、あ、わかった、あれだ。フェスゲンのさ、17、18をリーダーにして、この技の、このジャージの18号エロいよな。ごめんなさい。うん。フェスゲンの17、18リーダーにしても使うのもあるよね。で、超特大ダメージを与え、6ターンディフェンス 50% 上昇ということでございます。お父さんお帰りなさい。
お父さんボクシーに乗り換える。はい、すみません。で続きまして、で最後になります、魔人ブーシェイプアップね。で自身の記録プラス3アタックディフェンス 200% ね、即属性の 100% リーダーになります。で登場から7ターン内でさらにアタックとディフェンス、めっちゃ強いな、強いなるやん。で高確率で回避が発動、高確率で敵の攻撃回避、攻撃参加中の第7中カテゴリーの味方1体につきさらにアタックとディフェンスと回避の発動確率と回避 10% で回避するためにさらにアタックとディフェンスダメージ軽減率 7% で最大 77% ということなんで、人工生命体カテゴリーのあのミッションで連れて行ったらいいよね。一旦アタック大幅上昇、相手に超特定ダメージを与え超高確率で規定2ということで、あのね、この4体非常に強くなります。ただ僕は、まあ、あの怒ってます。何に怒ってるか、ちょっとドッカンバトルの画面切り替えますわ。はい、ドッカンバトルの画面切り替えましたけども、極限来るこの4体のバトルカードを今相当してるんですけども、まず一つ目、ちょ怒ってること一つ目、はい、これ分身ピッコロね、待たせたな、待たせたな、待たせたな。うん。極限して強くなるんだけども、はい、こちらご覧ください。カテゴリー。何かがないですよね。そうですね。宇宙サバイバル編カテゴリーないじゃんと。つけとけ、おい、運営。つけとけ。お前のこと誰が好きなん。すいません。つけとけ、宇宙サバイバル編カテゴリーを。ちょっとなんか、メンテナンスで、ね、ちょっと変えてくれ。宇宙サバイバル編成にね、つけてください。これ一つ目ね。で、続きまして、二つ目。うん。この四つね、まあ、極限来ると。ね。で、七夕キャンペーンから始められたドッカンバトル初心者さんにも美味しい、バトルカードとなっております。ただ!ただね!はい、こちらちょっとご覧ください。はい、ただ、願いの短冊7で、のラインナップ。ごめん、神々で。願いの短冊7のラインナップ。はい、ずーっと見ていきましょう。ずーっと見ていきましょう。ずーっと、ずーっと、下までずーっと見ていこう。ずーっと、あれあれーわ、極限来る4体のピックアップ、あれーあれーやないか、グラムへ。何考えとんのお前の私の怒りです。ちょっとじゃあ、いや、あのね、願いの短冊ね、あるんだから、ちょっとここにさ、ピックアップしときなさいよね。え、極限来るんじゃないかと、このクリリンとかさね、え、あの、はたまたこれアルティメットソングは土管覚醒してピッコロとご飯なるやつね。そうで、続きまして、この力属性のさ、力属性おるんかな、力属性のこれでおるれおるわ。ごめんなさいね、これ極限来る言うてなのにね、ここいら極限コント、この願いの短冊ならピックアップされてないこの4体が、まあ、極限まあ来るよって、まあなんやねんと、ピックアップさしとけよこの4体。こんなね、この通常ガシャさんキャラですわ。ね、ガシャの確定枠で、ね、あちらほら見れるでしょ、見られるでしょ、ってか出てくるでしょ、確定枠で。ね、こんなね、4、でもちょっと言葉悪いです。4体のためだけに、こんなね、貴重な流石都合で、七夕ドッカンフェスやら、ね、ドッカンフェスやら、ね、この4体ピックアップされている、なんか新しい、なんかそのガシャみたいな、まあ実装して、まあ、引いてください、持ってなかったら引いてくださいみたいな、そんなね貴重な流石使いとうない、うん、っていうか使ったらいかん、うん、初心者さん使ったらいかん、うん、だからこの4体をこの七夕キャンペーンから始められた初心者さんはね、持ってったらぜひね、あのドッカン覚醒して極限 Z 覚醒してください。でこのピッコロ、ドッカン覚醒前これですね、はい、よく見とってください。でこれ技の18号、はい、ドッカン覚醒前はこれです、はい、ボックス今すぐ確認してください。で相方の技の17号、ドッカン覚醒前のイラストこんな感じです、ぜひボックス確認してみてください。でシェイプアップブー、ドッカン覚醒前のイラストこれなんでね、ぜひね、
ガシャの確定枠並びにあのボックス内に眠っている方はですね、今すぐドッカン覚醒してで極限 Z 覚醒、していただきね、でこの新キャラ身勝手とともに使って、遊んでみてくださいっていう話ですよ。で今日はね、あのこの4体の極限 Z 覚醒性能先行公開とね、私が怒っておるぞというテーマで皆さんにお届けしましたけども、あのこの4体のピックアップのガシャは、あのガシャは多分来ると思います。あの引かなくていいです。ちょマジで運営さん、なんでここ入れんのかな。もうそういうことすんねん普通に。非常に残念です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。